大雨の季節を前にお伝えしています防災シリーズ備えるです。毎年のように大雨による浸水被害が出ている佐賀県で、田んぼを活用した水害対策が今年から導入されました。佐賀県武雄市に広がる田園、新たな水害対策はこの田んぼの貯水能力を活用しようというもの。その名も田んぼダムです。ポイントとなるのはこちらの板。田んぼに水を張る際、排水口に設置して水をせき止めることからせき板と呼ばれています。このせき板、これまでは稲の育ち具合などで高さが違いました。つまり田んぼごとに貯められる水の量に差があったんです。今回佐賀県は板の規格を統一しました。 V 字型の切れ込みまでの高さ10センチ分の水を貯めることができます。佐賀県全体では今年1200ヘクタールの田んぼでこの石板を採用する予定で、これにより大雨の際25メートルプールおよそ4000杯分の水を貯めることができるということです。さらにこの石板、V 字型の切れ込みがあることで田んぼからあふれる水の量を調整できるといいます。こちらの排水口に板をはめることで水をゆっくり流し、田んぼに雨水を一時的に貯めます。その実験の様子がこちらです。画面向かって右側が通常の石板を使用した田んぼ、左側は真ん中に穴が開いた排水量を調整できる石板を使っています。この田んぼに雨に見立てた水を流してみると、通常の石板を使用した田んぼでは石板の上限に達した水が一気に下流に流れ、住宅地が浸水してしまいます。一方、排水量を調整できる石板を使った田んぼでは水が少しずつ流れていきます。そのため住宅地に大きな被害は出ていません。少しでも下流域の浸水被害を軽減してですね、県民の財産と人命を守るというところでですね、取り組みを広げていきたいと思っております。佐賀県ではこの数年、武雄市などを流れる六角川流域で毎年のように大規模な浸水被害が起きています。田んぼダムはこうした際、水を田んぼに一時的に貯めることによって下流の住宅地などへの被害を軽減することが期待されています。田んぼダムへの協力を決めた農家は、家具とか家とかが使ったりなしたらやっぱり大変ですもんね。やはりそういうところを少しでも私たちのこのダム、田んぼダムによって少しでも水害の減ったらですね、いいかなということで、して今年初めてですけどね、やってみようかということ。佐賀県は田んぼダムを導入した農家に水田10アールあたり2000円の協力金を支給します。また水が溜まったことで田んぼのあぜが崩れた場合は修復費用を補助するということです。田んぼダム用の石板は本格的な雨のシーズンに入る前に武雄市や嬉野市など佐賀県内9つの市や町で協力する農家におよそ7000枚設置される予定です。